はい、たけで今回は、ココスさんにお邪魔しております。今日初めて読み方知ったんやけど、馬込駅、馬に込める駅で馬込駅近くの、ココスさんにお邪魔しております。孫にも衣装みたいな、なんだっけそれの間だね。それはどうでもいいんやけど、ココスさんめちゃくちゃ久しぶりに今回お邪魔させていただいたんやけど、もうね、気にしない、まあ、食べたいものを今回は勝手にたくさん食べる勝手に食べ放題会です。ランチメニューがあるんやけど、夏の期間限定メニューとかが、まあ、出とって、すごいよね、ランチメニューめっちゃ充実しとるよね。しかもランチってさ、すごいな、お手頃な価格やったりするよ。スープバーとドリンクバーもついてるからね、これ。このランチメニューとも、今回いただいて、レギュラーメニューもいろいろ注文させていただこうかなと思ってます。まあ、食べたいものいっぱい注文していきましょう。すごいね、ここら辺もういっぱいいっぱいよ。めちゃくちゃ美味しそう。ランチメニューがここの3列でね、こっちが通常メニューって感じなので、もう早速いただいていきましょう。今日は勝手に食べ放題会なんで、いただきます。とりあえず熱々 のステーキとかハンバーグを先にいただいていこう。これがリブアイステーキや、あれ美味しそう。柔らか、めちゃくちゃ美味しそうじゃない？ちょっとソースつけずに食べる。
メンバー調整で。
まだね3割くらいだけで1回目のおかわりやね。ずっとブクブクしそう。すごい。食べるわ。
はい、だけで最後のデザートプリンと、あとマカロン付きのパフェ、めっちゃ可愛くない？いただいていきたいと思います。滑らかすぎる。いただきます。フレークだ、フレーク。いちごのチョコかなと思ったけど、超美味しかった。今日の合計金額ね、一応税込み16,810円でした。みんな気づいてると思うけど、勝手に食べ放題と1万円企画って私の気持ち的にはやってる内容一緒やからね。1万円企画の時はさ、なんかみんな多分1万円ってなったらなるべく高いものを頼んで1万円目指してってやるのが多分普通なんよ。でも私1万円企画でも自分が食べたいものばっかり頼んどるから、勝手に食べ放題も1万円企画もほぼ一緒なんよ。そうで、私はちょっと途中から気づいてた。え、でも美味しかったな。まんまん中いっぱいや感じです。ぜひね、またお近くにおられた際は遊びに行ってみてください。美味しかったです。ごちそうさまでした。ぜひ。可愛いよね。ちょっとつなぐ。バイ。